iPhone7 を購入しようかどうかで悩んでいて情報収集しているとですね、出てくるのがまず尿液症問題ですね。尿液症に関しては1本前の動画で、お伝えしました。そしてもう一つがね、カメラのシャッター音がとにかくうるさいと。で、カメラのシャッター音がうるさいことに関しては、盗撮防止とかそういった意味があるんで仕方がないかなという意見もあるんですけども、スクリーンショットですね、iPhone の画面をキャプチャーするときの音までうるさいと言われているんですよ。で、手元に5、6、7とあるので、それぞれの音の大きさの違いをちょっと比較してみたいと思います。ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、まず5からいきます。さあ、5からいきますよ。それほど大きくないかなといった感じですかね。はい、それでは、6いきたいと思います。さあ。5と比較するとちょっと音が大きいかもしれないですね。もう一回。さあ、本命の7いきたいと思います。どうでしょうか。結構な音がしますね。結構音が大きいですね。もう一回いきますね。ということで、一般的に言われているように7は結構音が大きい気がしましたという検証動画でした。最後までご覧いただきありがとうございました。